電話の内容はですね、これから行くからと、それだけですね。比較的若い男の方の声ですね。札幌市手稲区に住む80代の男性、今月11日に知らない男の声の不審な電話を受けたといいます。私の方からですね、お前はどこから電話してるんだと。向こうは無言で何も答えていません。で、後からですね、電話がコロッと女性の声に変わりまして、先様にはもうおつなぎすることはできませんということで終わりになりました。電話の相手は男一人ではなく女もいたということです。一般の人たちにで恐怖を与えると、本当に許せないですね。どういう目に遭うか分かりませんのでね、それは一番警戒しなきゃならないと思います。道警はこの電話について、犯人が犯行前に居住状況などを確認する、いわゆるアポ電の可能性があると指摘しています。今月に入り、札幌市内で相次ぐ不審な電話、その件数は今日午後3時までに184件に及んでいます。いわゆるアポ電かかってきた場合に、まずやっていただきたいのは電話に出ないというのが一番の対応だと考えております。全国的に相次ぐアポ電、広島県警が公開したのは実際の犯行の様子の音声データです。もしこちら朝南警察生活安全課の白井と申します、ね、お伺いしたいことがあってお電話したんですが、先日ですね、空き巣と詐欺の事件があったんですね。で、事件があって男を2人逮捕してるんです。高齢男性のもとにかかった電話、警察を名乗りますが実在しない偽の警察官です。男性に対し家族へ電話を代わるよう促します。ご家族の方にもですね、知ってるかどうか確認したいので、在宅でしたらお代わりいただけますか。男性が家族に代わろうとすると電話が切れました。警察は同居家族の有無を確認するためのアポ電の可能性があるとしています。同居家族がいることが分かったためか、その後男性に被害などはありませんでした。相次ぐ不審電話から被害を防ぐために、苫小牧市では対策が始まっています。こちらが苫小牧市で貸し出ししております、振り込め詐欺防止の録音機になります。市では電話の録音機能を搭載した防犯用アダプターを、市民向けに無料で貸し出しています。電話機と電話回線の間に接続すると、この電話は振り込め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます。警告メッセージが流れ、会話が自動録音される仕組みになっています。迷惑電話が減ったっていうような感想ですとか、こういった機器を設置しているということで、安心感があるというような、そういうお声をいただいております。市ではこのアダプターを50台用意していて、貸し出しできる台数にはまだ余裕があるということです。高齢者を狙う不審電話、被害に遭わないために引き続き一層の警戒が必要です。